この流れのまま行ってほしいですね。はい、最後までぜひ行ってほしいです。代わってドイツの選手、25歳のペーター・リーベルスです。この大会4年連続6回目の出場です。キャメルスピン、エッジの変更をしてキャメルサイド、キャメルフォーワード、ステップシークエンス、ペーター・リーベルスの演技でした。プログラムはクロックス、時計の衣装になってますね。そうなんですね。最初の、4回転の時に転倒してしまったんですね。しかし、それ以外のところはよくまとめてきたと思います。はい、この選手、徐々に上手になってますね、はい、滑りも、なかなか良かったと思いますし、体の使い方ですね、体が非常にこう洗練されてきましたね、ステップシークエンスのところの体の使い方、アッパーボディの使い方なんかとなかなか素敵なものになりました、はい、聞こえてるといいんですけどね、岡部さんにせっかく褒めていただいたので
前のヨーロッパ選手権昨年10位になった世界選手権で11位そうですね、はい、ちょっとできたね、そうですね、自信をつけていきたいんです。 42.1、36.25、 点々は1回転通ることの環境でした。ピラクション1です。シーズンベストを更新しました。 77.42、 滑った中での第6位の成績です。